Hey guys, Draco Leo here, going to start the next chapter, so let's get to it. This is the second part of chapter 1.全空に普遍的に存在、つまり元素そのものとしてどこにでもいるということか。姿はないが、どこにでも。ルリアの状態と関係がありそうだな。なるほど。じゃあ今まで感知できなかった薄い気配を最近になって感じ取ったということは。なんだかわかんねえけど、普通に姿を現すってんのか。じゃあいつもみたいに沈めてやろうぜ。まだ暴走と決まったわけでは。そうだな。とりあえず様子を探るためにポートブリーズに向かおう。ポートブリーズに？あ、風が集まる島だから。ああ、四大元素を司る存在が権限するなら、そうした立地の可能性が高いだろう。早速港で定期便に乗ろうぜ。あの島にはラカムたちもいるし、グランサイファーでみんなを集めりゃ。な、上だ。1階に何かいるぞ。大丈夫です、アルシャさん。今僕の杖で防壁を形成します。二人とも怪我はないか。助かったぜ、アネさん。オイラもルリアも大丈夫だぜ。うん、ありがとう。カタリナ、その足の怪我。大したことはない、かすり傷さ。だが少々足手まといになるな。ルリアを頼む。この場所では奴が有利だろう。まずは町の広場に出て、その後。な、何を言ってるの。カタリナも一緒に行こう。ルリア、今まとまって行動するのは危険なんだ。大丈夫さ、私も隙を伺って脱出する。ダメだよ。あの敵、青少女の一種だよ。変な気配だけど、私にはわかる。
そんなに危ねえやつだってんなら。だがこの足では。ダメったらダメ。そうですよね。全言撤回だ。まさかルリアに叱られるとは。すまない、ちょっと肩を貸してもらうぞ。ごめんなさい。でもなんだか暗い嫌な気配だから。いいんだルリア、私は喜んでいるんだぞ。昔より強い意志を主張できて。無茶な真似を。怪我はないか？痛いところは。うん、私は平気だよ。ふい、いきなりびっくりしたぜ。まあおかげで助かったけどよ。すみません、自分でもびっくりです。本当に驚いたよ。だが助かった。無事だったんですね。アルシャさん、ヨハンさん、二人とも大丈夫ですか？話は後です。急いで、こっちに抜けられそうな道があります。わかったぜ。姉さん、歩けそうか？ああ、出血は止まった。みんな急いで脱出するぞ。小獣の亜種か。なかなか興味をそそられますね。
ああ西門にも化け物が出たぞ。慌てるな、小隊でまとまって括弧撃破に努めろ。奴の攻撃パターンは私が教える。射線さえ読めれば恐れる敵じゃないぞ。はい、了解しました。さすがだぜ姉さん、式が板についてだ。昔取った絹塚さ、だが正直このままだと厳しいな。本来の指揮官殿が負傷した今、この混戦は拡大する一方だろう。数日は船を出せないかもしれない。それはまずいですね。この最悪の核心に最も近いのは多分僕たちのはずです。四大天使の居場所をたどる方法はルリアちゃんの感知しかないですし。ああ、足を止めるわけにはいかない。だがこの惨状を見過ごすわけにも。この最悪で私たち商人もいろいろありまして、小型気空艇で各地を回ってるんですよ。小型気空艇、そうか、ちょうどよかった。シェロカルテ殿、頼みたいことがある。詳細を話せる時間はないが、君の船にルリアたちを乗せてポートブリーズに行ってもらえないか。カタリナ違うんだルリア、君をかばって言ってるんじゃない。私は君を頼って言っているんだよ。私を頼る？最悪の調査は任せる。ここを片付けたら私も後を追うさ。今のルリアならきっとできる。この世界を皆を守ってほしいんだ。小型気空艇ということは、団長さん、ルリアさん、B さん、シェロさんで店員かな。この島の混乱は私たちが収めますね。カタリナさんの補佐立派に務めます。頼めるかルリア。分かったよカタリナ、最悪の調査は私に任せて。ああその息だ。君も頼んだぞ。また絶対に合流しようぜ。みんなあなたを助けてていいなって思ってたんです。私もあなたを守りたい。カタリナみたいにイエイイヤーって。私だって守られてばかりじゃないんです。さすがですね団長さん、紹介連合からとっておきの報酬が出てます。Alright guys, so this is the end of chapter 2. I mean, yeah, this is going to be the start of chapter 2. So I'm going to stop right here. In case if you guys want me to do a recap, you can just mention it down below. I will do a recap. I'll do what I can to record. Till then, this is Draco Leo signing out. We're going to continue with chapter 2 in the next bit. See ya, bye!